社のだから近くのセブンイレブンに来てそこ撮影させてもらってるんだね。高校生の頃初めてしたアルバイトがセブンイレブンでしょ、うん、でもね、ノウハウをもうね、あの店長さんは今忘れもしない教えてもらって、今だからすごい僕はね、一緒に仕事させてもらえるってことが感動的なんですよ。確かに感動してる。セブンイレブンさんは初めて、うん、だから今から公式的に乗り込んでいいっていうことだから、ね、やば、うん、だから頑張ってきたからあるよ、おでんの、ね、おでん頑張ったもん、母校に行って僕はなんかヒロの話はすげえ聞いてんのよそうそうそう、おでんたくさん売ったから中華まん売ったんだ本当に、うん、そう、あのまあなくなっちゃうんで、うん、ちょっと行こうかじゃん、行きましょうか、いろいろ見れるんか、うん、行こう、行くぞみんな。おー綺麗や綺麗や、おー 前出しもされとるって、な前出しじゃない、フェイスアップ、フェイスアップ、フェイスアップ、何それ、ただじゃあやろうと思ったんやけどさ、フェイスアップってなるもんでさうん、だから前に出してくるね、君はもう終わっとるから、用語ね、卒業しました君は、そうね、ごめんなさい、卒業してる、はい、あんま使わない方がいいかもしれない、ちょっと癖がね、うん、いつ怒られるかビクビクしとるね、うん、あんま使わないでください病気ね、もうこれセブンイレブン、結構だからこんだけの種類があるわけでしょ、こっからはフェイスアップするな、ちょっとね好み違うよね、これそうなの、双子言うてもさ、うん、俺は高校の時に好み全然違うから、そうそう、いろいろなね、もう手出してるから結構これ絶望的かも、こっから読み取られる販売戦略なのがありました、それはやめてそれは絶対やめて何も言えない、それに関しては今この場においては分かってるようなふりしてね、分かってないからねバイトなんて全然分かってないからフェイスアップだけしとった、フェイスアップだけ覚えて卒業していったら、命かけてたからフェイスアップにはみんな命かけてるからアルバイト、いや俺もスーパーでやってたもん、今日はおにぎりパーティーです、お願いします、お願いします、もう Windows XP の時代、もう古い時の時代だから新しいじゃん、最近このレジの機械は、俺もその時の時代だから古い人間です、はい、もう夜ご飯だよ、夜ご飯だね朝だからセブンイレブンさんにもう5時半とかに買いに行ったから、せーの、アルバイト、青春を捧げたセブンイレブンですか、いいじゃんアルバイト、いいじゃんって、あ似てる、一緒一緒なんか褒められたよ、ごめんなさい、ヒロムです、コウです、このね双子で合わせる企画、はい、やってきたよ、久しぶりに、久しぶりじゃないんだな、これが久しぶりだよ、うん、俺ら好きで結構やってんだよね、自販機とか僕なんかだと結構売れ筋とかは全部内部事情知ってるわけじゃないですか、いや言えないよ、でもみんなには言えない、あなたにも言えません、言えないよ、やっぱこれ契約があるから契約がある、契約、うん、え、何それはただの自分でこうピッピやってこう、あ、これ結構買うやんみたいな、それでしょ、本当に本当にレジってめちゃくちゃやるから内部事情ないで、それ個人的感想なんだよそっか、うん、戻りました、ここにあります、行け、ここにあります、ほいほいほい、さあどれだ、まあね、今回は食べたいもの食べさせてくださいよ、行きます、はい、最初に選んできたおにぎりは、はい、こちらです、せーの、ドーン、あーこれじゃあ煮卵、マジかよ、いただきまーす、いただきます、好きだったっけ、うめー、ヒロムが大好きなんだ、知ってた、ぐっと我慢して合わせに行ったんだよ、ごめんね、ぬすったー、いってきます、この中から選ぶ、うわー、うわー、選びがて、なんか今日に限っていつも食べない、こいつがね食べたくなった、昔から食べてたあれにします、これ当てれんかったらもうじゃあどうする、セブンイレブンさんにもう一生使わん、バイトして貢ぎに行く、バイトする、うん、あ右腕となる、行きます、はい、僕たちが2回目に選んできたおにぎりはこれです、じゃん、
いけるぞ。下手かお前むくの。じゃあ交換しよう。じゃあ交換して答え合わせは一口で。あっ、この海苔のパリパリ感の力、まさか。いただきまーす。なんじゃこれ。まだわかる、まだわかる、まだわかる、まだわかる。せーの、ツナマヨネーズ。やば、ツナマヨで合う。なんか俺ツナマヨ食べたかったやつよ。じゃあ俺は、うん、これって昔からずっとあるんやて。昔から食べてきたものを選ぼうと思って、あさっき白マヨネーズ食べたから、うん、これ大丈夫かなと思って、うん、マヨラーです。マヨラーだね君。マヨラーです、うん、ちょっと待って、具の量多くないこれ。そっち多い、絶対具の量。具の量多いじゃん。ちょちょ見せて、うん、なんで角っこまでこんなに味付いてんの。あ、ほんとだ、具たっぷりって書いてある。さすがセブンテイ。うん、わかるんですね。元セブンテイが違うぞ。わかるんだよ。まあでもここでさ、気持ちよくさ、終わりたいやん。終わるのか、合わずにもう食べれんくなりましたって言ったらめちゃくちゃダサいで。ひよきさんが言っとったよ。何言ってん。そり立つ壁2回連続登れて本物やって。行ってきます。行ってらっしゃい。昆布ね、大好きなの俺。直感で。本当はね、こうやって残ってたらもう確実に半熟煮卵いってたとこなんだけど、僕が選ぶのは これです。これをね、僕は諦めない。いつも晩ご飯コークに作ってもらってて、何が食べたいって聞かれるんだけど、肉っていつもいつも僕は肉って言ってます。第3回目、これで気持ちよく終わりたい。なるか、会えばもう完全にこれはもう、そうだね、終了です。でもあんまそういうこと言うとさ、フラグ立っちゃってるからね。ダメ、ミスるよこれ。本当にミスるよ、あんま言わない方がいいと思う。 OK。 第3回目、僕たちが選んできたおにぎりはこれです。ドン、いけるぞ。いけるぞ。合わせよ。合わせるぞ。ちょっと待って、海苔の感じ。いや、わかんないわかんない。いただきます。高校の時ね、野球部やってたんですけど、昆布を大きいこういうね、ご飯のところに入れて、でこうマネージャーさんがね、おにぎり作ってくれたんですよ。その時の昆布がめちゃくちゃ美味しくて大好きになったの。ただ高校の時から違うから、高校が大体ヒロも同じ経験してなくて、昆布ね、俺だけなの好きなの。選びたいけど、ちょっと合わせに行きますね。動かない、ゆめちゃん。ということで、今回僕らが食べたね、このリニューアルパッケージの商品なんですけど、本日の、2月の25日から発売です。今日から、はい、皆さんぜひセブンイレブン行けばもうこの新しいね、商品並んでるんで、ぜひ手に取ってみてください。なんかね、人気おにぎり総選挙っていうのをやってるみたいで、まあ、今日からね、やるみたいなんですけど、ツイッターでこの好きな具材をね、皆さんぜひおにぎり総選挙で話してください。あなたの近くにも来ますから。はい、どんな来るか、ね、中でも岐阜にだって来るから。ちゃんと俺岐阜働いとってもちゃんと新商品来てたから。大丈夫だ、物流はちゃんと。それも安心して。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだ食べれるでしょ、だって。まあ、まだ食べれる。ちょっともう一回だけ見ます。そうだね、もう一回。ちょっと行ってくる。前回の動画とおすすめ動画、こちらチャンネル登録したアイコンからよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。あーもう、焼きおにぎり。本当にやばっ。やらせなんじゃないかと思ってきた。セブンイレブンさん、すごいね。これが双子の実力です。これは私たちの力です。これが俺たちの力だ。やめ
やめろやめろ。